2001年末、ホンダは NSX のスタイリングに初めて手を入れた。1999年のビッグマイナーチェンジから2年後の出来事である。最大の変更はヘッドランプをリトラクタブル式から固定式へと改めたこと。これに合わせてフロントバンパーやボンネットも形状が変更された。他にもドアの形状変更やサイドガーニッシュの追加、リアのライト周りのデザイン変更、バンパースカートの変更など、ボディにはさまざまな部分に手が入れられている。これらはすべて空力性能の向上を伴うものだ。このほか前後タイヤは17インチ化され、フロントが 21540R17、 リアが 25540R17 へとインチアップ。タイヤは当然専用開発のものだが、新デザインのアルミホイールもワシュマイヤーの手による超軽量の鍛造 BBS が与えられている。また足回りのジオメトリーもタイヤサイズの拡大を受けて見直し、サスペンションセッティングは新しいタイヤに似合ったものへと改良された。こうして NSX は世界のライバルたちを再び凌駕するような高い操縦性と安定性を手に入れることになったのである。11年目の大きなマイナーチェンジだったが、それでも基本コンセプトに大きな変更がないことは NSX の自信と言うべきか。この11年の間には多くのスポーツカーがコンセプトの変更や世代交代を余儀なくされ、いくつかのスポーツカーは排ガス規制をクリアできず消滅していった。しかし NSX だけは排気量アップや6速マニュアル化こそ実施したものの、デビュー当時のメカニズムから変わることなく自らの道を歩み続けたのである。